おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、ネットビジネスの何がすごいかっていうとですね、時間が死なないってことですよね。私が昨年、そして一昨年、3年前、5年前作った動画も未だに再生されて、そこから私は広告収入を得れているわけなんですよ。以前ブログのアフィリエイトっていうのがあって、一生の資産になるよって言われたけど、実はね、ブログって一生の資産になりえないんですよ。むちゃくちゃいっぱいブログをやってきた私だから言えますけども、アフィリエイトリンクって貼り替えないといけないんですよね。で、アドセンスってのもあるんですけども、アドセンスはね、これ効果がね、実はね、そんなに高くないんですよ。でも同じアドセンスでも、 YouTube のアドセンスっていうのは、その動画が再生されたその瞬間、最適な広告をオークションで出してくれるんですよね。だから価格が結構ね、高くなることがあるんですよ。安くなることは逆にあんまりないですね。最適化された広告がつきますからね、すでにね。これがすごくいいことだと思います。で、最近は音声入力の、スキルも上がってきたんでしょうね。そういった精度も、私の喋った内容を感知して、そのままその広告が出るんですよ。ですので、私がね、暗号通貨、投資、FX、ドル円、こういった言葉を使えば使うほど広告っていうのはものすごく際立ってくるんですよ。現在ですね、アフィリエイトの中で最も報酬単価が高いのが、間違いなく暗号通貨の取引所の広告だと思うんですよ。で、正確に私は測ったことないんですけども、実はですね、ポイントサイトやアフィリエイトサイトで、自己アフィリエイトのサイトでですね、未だに、暗号通貨の取引所とかね、そういった交換所のアカウントを作ると報酬が3000とか5000とかつくんですよ。で、これ裏を返せば、私の作った YouTube に表示されるものがそういった広告だと報酬が高いってことなんですよね。で、しかもそこで誰かがエントリーしてログを残したまま口座を作るとするじゃないですか。そしたら、その3000、5000、アフィリエイトで、自己アフィリエイトでその方自身に入るはずだったものがダイレクトに私に入るんですよね。まあ、ですので広告単価が高くなるってことなんですよ。私はね、暗号通貨、そして FX、こちらの方の、動画っていうのを枯らさないようにしないといけないなっていうのと、あとはね、やっぱこう、好きなんですよね、そのジャンルが。そのジャンルが好きだから量産できるし、いろいろと発信したいことがあるし、で、情報を受け取った方に得してもらいたいんですよ。今私が今回お話した内容だって、確実に YouTube をされてる方が得する内容ですよ。どんなジャンルでいけば稼げるのかってこと。そして YouTube をまだ始めてないんだけども、始めようかなと思った人の動機に間違いなくなったと思うんですよ。明確に答えを今お伝えしたわけですからね。で、アナリティクスっていう作業があります。アナリティクスっていう、そういうふうな作業をすることによって、実際広告単価がいくらだったのかってことが分かります。例えばですね、個別であんまりこれをベラベラ言ってはいけないみたいなんですけども、再生回数77回の動画に71円の広告単価がついたり、再生回数250回の広告動画にですね、221円の広告単価がついてるんですよ。これ何を意味するか分かります？おおよそ1再生1円ですよってことなんですよ。じゃあ私の動画再生1000回2000回ってものもありますよね。その動画って1本いくらの広告収入を叩き出してるかってことは簡単に、分かりますよね。で、私はいろんなジャンルを無作為にやってるようであって、これ全てテストマーケティングなんですよ。しかもそのテストマーケティングを毎日やってるわけなんですよ。少ない時でも30本、多い時には50本の動画を私は1日の間に出します。そして誰かとのやり取り動画っていうのもあります。誰かとのやり取り動画っていうのは、大体何かを教えてる動画なんですよ。ということは、教育系の広告がついてるってことなんですよ。ということでね、私は誰とやり取りしてもきちんと売り上げを上げているってことになりますし、きっとですね、この情報っていうのを、知ってもやらない人、知りもしない人、気づかない人、いろんなのがいると思いますけども、ここでね、今回の動画を4つぐらいにまとめようと思うんですよ。稼ぎ方とお金のバランスですけども、嫌なことをやってお金がないって、これ最悪ですよね。最悪です。嫌なことをやってお金がある、これはまあまあいいですよね。昔の仕事の、考え方です。いや、お金っていうのは嫌なことをするからもらえるんだってやつですよね。でも時代は変わったんですよ。で、次ですね、自分の好きなことをやってお金がないこと、これは救われますよね。好きなことをむちゃくちゃやるんだけども、まあお金にならないよと。釣りが好きなんだけどあんまり儲からないよって方ですね。プロレスが好きなんだけどもあんまり儲からないよと。アニメが好きなんだけどあんまり儲からないよって方ね。そういうのがいると思います。で、一番いいのは何かっていうと、好きなことをやってお金もあるって感じですよね。まあこれがプロだと思うんですよ。好きなことをやってお金があるんで、得たお金で好きなことをもっともっと追求できるわけなんですよ。だからもっともっと好きになるし、もっともっと上手になるし、お金はどっともっと生まれてくるんで、相乗効果ですごくいいパワーをね、生むと思うんですよね。だからやっぱりね、この4つのポジションをよく考えて、自分が
好きじゃないことをやってお金がないっていうね、最悪のパターンに入ってしまうと、これはね、早期に修正が必要です。でも人ってのはね、好きでもなくてお金がない状況に居続けるでしょ。だって副業やろうと思ってこうやってね YouTube 見てくださったのに、じゃあその好きでもなくてお金も残らないあなたの勤めてる今の会社仕事辞めますかって言ったら辞めないわけですよ。だから好きでもなくってお金がないことをそれからね辞めないんですよね。抜け出さないんですよね。これはね全ての選択に言えるんですけども、自分の明日を決めるのは今日の自分の決断でしかないんですよね。まあ早くねそこから抜け出して好きなことでお金を稼ぐっていうルートに行っていただければいいんじゃないかなと思います。いや本当にねそれしかないと思うんですよ。好きでお金が儲かることって必ず見つかりますから、必ずですよ。それが見つかんないよっていう人は見つけに行ってないんですよね。まあやってみたらいいんじゃないですかね。まあ YouTube がやっぱり一番いいんですね。 YouTube で自分の好きなジャンルとか得意なことをしゃべる、これに勝るものはないです。好きなものとか得意なものがなければ、今やってる5年10年続けてきた仕事の専門用語をベラベラ喋ってもいいと思います。それだったらできるでしょ。いや仕事場の不満でもいいですよ。それも結局アクセスになるわけですよ。いってらっしゃい。